真矢純子さんといえば、70年代から80年代の人気バラエティ番組、金ちゃんのどこまでやるのでの、ほんわかとした母親役で大ブレイクした女優さん。ところが、そんなテレビの姿とは裏腹に、実は、壮絶な人生を送っていたという真矢さん。何があったのか、気になって調べてみることに。真矢純子さん。本名、高津祥子さん。3歳からは、大分県の日田市で育ちますが、実は生まれたのは日本ではなく、日本統治下の朝鮮の釜山で、1942年1月8日に生まれた真矢さん。3歳の時に終戦で引き上げて、両親と共に大分県に移り住んだそうです。幼い頃から習ってきた日本舞踊では、藤間流の名取であることからも、芸能関係に関心があった真矢さん。地元の高校在学中に大きな決断をします。なんと大分県立日田高等学校を中退して上京し、見事、松竹歌劇団に入団しています。その後は女優を目指して、俳優座養成所を卒業すると、順調に女優の道を歩み始めた真矢さん。若い頃は、知的で綺麗なイメージの女優で、ドラマのバイプレイヤーとして活躍。銭形平次や桃太郎侍や、NHK 大河ドラマでは、1969年天とつとや、1972年の新平家物語など、時代劇を中心に活躍の場を広げたのも、日舞で腕を磨いてきた賜物かもしれませんね。中でも、平均視聴率 29.5%、最高視聴率 32.4% を記録した。1977年の大ヒットドラマ赤い絆で、山口百恵さんの敵役が見事なハマり役となった真矢さん。しかし、劇中のイメージが一人歩きしてしまい、当時、トップアイドルの山口百恵さんのファンから、猛烈なバッシングを受ける羽目になったそうです。しばらくは悪女のイメージが消えず、生真面目な性格の真矢さんにとっては、相当苦しかったことでしょう。それにしても、なぜジャンルの違う、金床に出ることになったのかというと、早く赤い絆のイメージを払拭するためだったからではないでしょうか。それにしても、萩本さんはなぜ、畑違いの女優の真矢さんを選んだのでしょうか。調べてみると、実は、金ちゃんは、運をとても重要視する人らしく、僕は運だけで生きてきたんだ。だから、運については一加減あるの、というほどの人。番組をヒットさせるコツは、運のいい人ばかり集めるのではなくて、運の悪い人も呼んで、バランスを取ることなのだそうです。当然ですが、真矢さんは後者で、萩本さんは、真矢さんのすっぴんの写真を見るなり、彼女の背負う不幸に見せられたのだとか、不幸な人は運が溜まっているという、独自の運の法則からすれば、真矢さんはまたとない逸材だったから、抜擢したという話です。ですが、一つだけ事実とは違っていたことがあって、応募した真矢さんの写真はすっぴんではなく、薄化粧をしていたと、後に、真矢さんからクレームがついたそうです。理由はどうあれ、金ちゃんファミリーの一員となった真矢さん。当然、真矢さんが赤い絆の役柄が原因で、辛い思いをしていたことも知っていた萩本さんは、それなら日本一の良いお母さんにしてあげよう、と真矢さんに約束してくれたそうです。とはいうものの、今まで女優しかやったことがなく、しかも、台本を覚えていっても、毎回、金ちゃんのアドリブで変わってしまうので、最初の頃は胃の調子が悪くなって、入院したこともあったそうです。それでも、いつも笑顔を絶やさなかった真矢さんを、金床の成功は真矢純子さんの笑顔にある、と、萩本さんはいつも感謝していたといいます。1976年から10年にわたって、日本のお母さんを演じて、見事、悪女から変身することができた。真矢純子さん。その間には長男の三重春をはじめ、のぞみ、かなえ、たまえのわらべの三姉妹を授かって、幸せそうな主婦を演じた真矢さんですが、実際の家族や家庭はどうだったのでしょうか。私生活でのご主人の高津純夫さんは、1961年に芸能界にデビューした俳優で、大人気テレビシリーズのカレーやケンちゃんのお父さん役で人気となった高津さん。真矢さんとは1969年に結婚。1980年には夫婦で劇団機関車を旗揚げしています。2人には息子さんが1人いるのですが、実は夫の高津さんは再婚で、6歳になる長男を連れての再婚だったそうです。2人の間には血を分けたお子さんはおらず、真矢さんは義理の息子の健一郎さんを我が子以上に可愛がったそうです。ある時は小学校でみなしごといじめられていた健一郎さんのために、真矢さんは参観日でもないのに学校を訪問し続けて、いじめから救ってくれたこともあったそうです。また、小学校2年生まで真矢さんのことを翔子お姉ちゃんと呼んでいた健一郎さんが、初めてお母さんと言ったのを聞いた瞬間、真矢さんは嬉しさのあまり号泣したんだそうです。血のつながりはありませんでしたが、真矢さんにとって健一郎さんは、その後もかけがえのない存在でした。その証拠に、健一郎さんが20歳代の頃、結婚を約束した女性がいたのですが、癌として認めなかった真矢さん。相手の女性へのジェラシーだったとか。ですが、そんな仲睦まじい親子の幸せな日々は、突然終わりを迎えたのです。2000年12月、舞台での出演中に、脳出血で倒れた真矢さん。3年以上も母親を介護しながら、テレビに、舞台にと多忙を極めたことで、大きな負担がかかったことが原因とも言われ、リハビリも懸命に行いましたが、左半身に麻痺が残った真矢さん。しかし、夫の懸命な看護とサポートで、2003年に車椅子で舞台に復帰したのもつかの間。またしても、病魔が牙をむきます。2004年に脳梗塞で病院に運ばれた真矢さん。今度は言語障害を発症して、再発を防げなかった自分を責め、うつ状態にもなりましたが、夫と息子に見守られながらリハビリに励んで、自分たちの劇団で再び公演するまでに回復。その後は、夫婦で全国各地を巡って、自身の病気の体験談を、ありのままの姿で公演していた真矢さんでしたが、今度は悲しい別れが訪れることに。2009年に肝臓がんが発覚した高津さん。その時には、すでに手遅れの状態で、最後の舞台に出演してからわずか3日後の、2010年7月に帰らぬ人となってしまうのです。悲しみに打ちひしがれる真矢さんに、またしても、病魔が牙をむきます。2011年5月には腹部動脈瘤が見つかり、4時間にも及ぶ大手術を経て、一命は取り留めたものの、2015年4月、さらに脳梗塞を発症し、2回の心不全まで起こします。さすがに、これだけ大病を繰り返すと、寝たきりになるのも無理はありません。鎮痛剤も効かないほど痛くて、早く殺してと泣きながら訴えたほど、辛い闘病生活だったといいます。2017年の7月には某テレビ番組では、寝たきりの姿をありのままに見せた真矢さん。俳優として何かできることはないかと。最後まで役者魂は消えることはなかったそうです。旅立つ3ヶ月前には、萩本さんが見舞いに駆けつけていますが、意外なことに、萩本さんと真矢さんの本当の関係はというと、金床の打ち上げの時までプライベートではゆっくり話すことすらなかったそうです。あえて馴れ合いにならなかったから、逆に10年も続いたのかもしれませんね。何よりだったのは、息子の健一郎さんに6月に娘さんが、真矢さんにとっては初孫が生まれて、病床で画像を見せてもらった真矢さんは、かわいい、早く会いたいと、嬉しそうに微笑んだそうです。しかし、孫をその手に抱くこともなく、全身衰弱で永遠の眠りについた真矢さん。2017年12月28日享年75歳でした。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？真矢純子さん。あなたの優しい笑顔は忘れることはないでしょう。どうか安らかに。